です。今回もまたちょっと出かけてきているんですけれども、今回は、群馬県上州の山を、登ろうと思います。今ここ、開発道路の高速道路を走っているんですけれども、今ちょうどね、前橋を通過したんですけれども、これ右手にね赤城山が見えて、今これ木が覆われてるんですけど、左側に、榛名山見えてるんですけども、今正面に見えてる山が多分今日、これから向かう山だと思うんですけれども、ちょっとね、初めて、来るところなのでまだ分かんないんですけれども、今、向かって家におります。で、次のインターで一応ね降りる予定なので、着いてから、撮影始めたいと思います。はい、登山口の、駐車場まで着きました。結構ね山道登ってきましたね。ここ上まで結構上がれるようです。でここに、立派でもないですけどもね、10台ぐらい止められる駐車場と、この下にももう1個駐車場があったんで、登山者には優しい、山になります。ではね、今日登る山、このある、小持山っていうね山を登ろうと思うんですけどもね、この山、ガイドブックなんかによると、ね、初心者コースなんていう山になってるんですけれども、渋川の行政の、ねガイドなんか見ると中上級者向けのちょっとね、岩混じりの山なんですけどもね、私もねここ登るの初めてなんでちょっと楽しみなんですけれども、ちょっとねまだ紅葉シーズンでは早いんで、そんなに人来てないとは思うんですけどもね、ここ今林道上がってきたんですけども、シーズンになるとこの道ちょっとね険しい道だったんで、通行するのちょっと大変かもしれないですね。ではねちょっと今日、この小持山登っていこうと思います。これねこう行ってここで、ここにね、あここか、大きな見どころの一つあります。で小持山行って、でこう戻ってくるコースになります。はい、今小持山、登ろうと思うんですけど、さっき止めた駐車場から、もう一個上に、ね、駐車場あったんで、そこに今、車止めました。でここに、この駐車場には、簡易のトイレが、そこにあります。で今ここ、整備してる方ですかね、ボランティアの方なのかもしれないですけども、掃除してる方がいまして、その方とちょっとお話ができたんですけれども、なんかやっぱりこのコース、中級者向けのコースだようです。はい、じゃあね、行ってみたいと思います。はい、ここ入り口ですね、小持山山頂、獅子岩、両部岩っていうのがねこの上にあるんで、結構ね岩山っていう感じですね。じゃあここ登っていきます。あ、結構これ、木道整備してあるけれども、この濡れてるんでツルツルだ。これ気をつけていかないと危ないな。はい、ここが祀られてるんですけども、ここが屏風岩って言って、結構そそり立ってますね。こうオーバーハングになって、まっすぐそそり立ってます。はい、でここ、ここ上がっていくようです。ここもすごいな、岩がツルツルで、気をつけていかないとダメですね。ここは一応一般コースっていうことになってるようですけども、赤布をしっかり追っていかないと、こういう沢の
道はこう沢を渡ったりするから、コースをしっかり見ていかないと違うルート入っちゃうと危ないですからね、気をつけて行こう。はい、この道沢登りのような感じですけども、ここに分岐が1個あって、一般コースがこちらで、こっちはね、なんだろう、一応ねこう矢印書いてあるんですけども、まあ一般こう、まあだいぶ標識朽ちてきてるんですけどもね、一般コースで登っていきたいと思います。さあこっち行きます。でも今尾根に向かって歩いているから、時期に沢も、あ、だいぶ沢も細くなってきました。あ、こんな地細くなった。もう沢から離れて、沢の音も聞こえなくなりました。でも終始こういう感じで、急登が続いています。ほぼあんまりこうジグザグっていう感じではなくて、こうちょうどね谷になってるんですけども、谷の底を登ってってるようですね。で全体的にやっぱり谷、なんで沢は枯れてるって言っても、ここは雨が降れば、沢になるんじゃないのかな。よいしょ。この小餅山登山道、緊急時のポイントとしてこういう番号が振ってあるんですね。今ずっと登ってきたんですけれども、登ってきたコース途中にもあるようなこと書いてあったんですけど、ちょっと見つけられなかったんですけれども、ここで初めて、見つけました。あ、そこに1個なんか分岐が出てきました。下の別の登山口から登ってくるコースが、ここで、合流してるけれども、なんか見る感じでは、まあ踏み跡程度は分かりますけども、やっぱりちょっとコースがそんなにしっかりしたコースには感じられませんけどね。はい、どっちも危険みたい。さあ行きましょう。なんか尾根に出たぞ。あ、展望岩。あ、ちょっとこっち展望岩っていうのがあるんで向かってみます。で戻ってきてこっち上がっていく感じです。よし、尾根に出たぞ。よいしょ。本当に岩の尾根だな。おお、うわ、見えた見えた。もうちょっと奥だぞ。よいしょ。おお、すごいすごい。よ、見えた見えた。おお、すげえ。ああ、おお、すげえ。はい、展望岩の頂です。
で、こっちはすごいですね。うわ、獅子岩ですね。誰かあそこ登り取り付いてます。うわすげえ。そこの山が獅子岩だと思うんですけどね、クライマー取り付いてますね。今先頭一人いて、下から何名か上がってきてますね。上まで行くと結構時間かかりそうですよね。じゃあね、私もこの上こっちから巻いて行こうと思います。じゃあちょっとね、また急登続きそうですけどね、行ってみます。この岩も怖いですよね。こう真ん中通ってくれって言ってね。こうバッテンになってるんですよ、端っこが。おっかない。よしですね。はい、じゃあ分岐まで戻ってきたんで、こちらですね。小餅山の方、この岩へ取り付いて、多分巻いていくんだとは思うんですけどね。行きましょう。これどうやっていくんだ。よいしょ、よっこいしょ、よいしょ。お、ちょっとなんか岩がある。よいしょ、ここも、あ、さっきいたとこがあそこですね。あ、もうだいぶ凍ってきた。もうそこがさっきの、クライマーいた完璧ですね。うわ、ここはやっぱり私が見たガイドブックは、初級者なんて出てたけれども、ここは初級者の山じゃないですね。やっぱり中上級者向けのコースですね。久しぶりというか、結構岩登りの感覚久しぶりですね。まあ、そんなにね、手使って登るようなとこはそんなには多くないんですけどね。一般の、重装ロードして来るとちょっと厳しいですね。でも面白い。ここに、ポイントナンバー獅子岩の1番っていうのがあります。ここでね、山っぷ地図で行くと、この山っぷの地図に行くと大黒岩っていうのになってるんですね。獅子岩じゃないのかな。でもここ巻き道がありますね。でもね、ちょっとね、この上登っていきたいと思います。よいしょ、結構急だな、これ。よいしょ、お、獅子が来たぞ。はい、うわ、鎖がある。はい、獅子が到着で、ここになんか鎖がありますね。これを登るっていうのかな。見てみましょうか、鎖。なんかやっぱりこの小餅山、ここが一番展望が
いいってことみたいです。鉄骨の鉄筋の鉄筋なのかなこれ。臭いだけど、臭いとかはしごだけども、揺れるはしごですねこれ。固定のはしごじゃないから、一歩ずつ確実に行かないとおっかないな。出た。わ、まだ本当。あ、本当だ。はってちょっと後で見ましょうか。こう鎖があるけど登れるのかな。ちゃんとステップが切ってありますね。よいしょ。おお、着いた。はい、シシーは到着しました。ここにね、山岳信仰の石碑立ってますね。ここはね、昔の方はあがめたくなる岩ですね。すごいや。で、この奥ですね、奥が小持山山頂になるんですね。さっきすれ違った方がここが一番展望がいいとこですよっていうことで、で、ここから下っていったけれども、向こうはこんなに展望がないって言うんですけどね、ちょっとどうしようかな。本当ここ登ってくるとね、ここだけで、満足しちゃうような大展望ですね。この岩の上すごいな。ね、こっちが沼田の町ですよね。でそこに、この奥赤城山で、そこが春の山に、でその向こうにちょっと雲の中隠れてるけれども、浅間ヶ山があっちに見えてるのかもしれないな。すごい大展望でいいとこです。結構スリリングある、岩の上でしたね。さてじゃあ、やっぱりね、小持山の方へ行ってみましょうか。今小持山の方から降りてくる方見えましたね。ここから1時間ぐらいで小持山まで行けるようなんで、行ってみましょう。ここからまだね、結構ね、急登があるんで、引き締めて行きましょうかね。よし、あ、じゃあここからまた登り返しが、ほんの一瞬ですね、楽だったのが、ここからまた登り返しが始まるのかな。よし、はい、分岐に着きました。ここ多分柳ヶ峰っていうんですかね、ここで、祠は祀られてます。でこれまっすぐ行くと、小持山で、
で今来た子が こっちから来たんで、今度帰りはこっちへ、下っていく予定です。で、ね、もうちょっとあと、小持山山頂まで20分ぐらいですか。柳ヶ峰っていうんですかね、1190m の頂きです。では行ってみましょうか。さっきあそこの獅子岩からあそこに立ってたんですからね、結構来ましたね。ずっとあの尾根をずっと来た感じです。はい、で、小持山もその辺が多分山頂になると思います。ね、十輪車歩いてたまにあって岩の上に出る時があるんで面白いですよね。うわ、こう細いな。でもあともうちょっとですね。あ、今度はロープが出てきたぞ。よいしょ。うわ、足がかりが少ない。これは上りだからいいけど、ここまた下るんだからな。下りが気をつけないと。お、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 人いる。ついたかな。お。あ、着いたっぽいな。標識が見えたぞ。着いたか。こんにちは。こんにちは。あ、着いた着いた。持山山頂。あ、こっちか。三角で。誰もいないねって言ってた。あ、着いた。あ、小持山山頂。296m。小持山山頂です。1296m の山頂になります。はい、でこの山頂、そんなに広く丸いっていうか細長い山頂になってますね。で今、ここに一組、女性の方2名、今いて、のんびりね話して面白かったですね。地元の方みたいですけどもね。こっちからもね、こっちからも来れるコースがあって、なんか、一番手軽に来れるコースみたいです。で、こっちのコースは来たことないなんて言ってましたけども、地元の方でもそうなんですね。はい。でもね、ここは、展望はね、ほとんどないんですけれども、そこに、包囲板が置いてあって、一応、季節によってはね結構展望が良くなる、まあもちろん葉が落ちるとね展望が良くなってなる山なのかもしれないです。あ、でもね、結構ね岩厳しい道を登ってきたんで、こうやってね、樹林の中の山頂なんかほっとします。これ包囲板ですけどもね、ちょっと平面的な標高板なのかな。はい、じゃあね、小持山だいぶゆっくりしたんで、下っていこうと思います。今、1時過ぎ、1時10分ぐらいですかね。途中まで戻ってまたね違うルートから下っていこうと思います。
静かでいい山頂でした。では、気をつけて下りたいと思います。はい、三角点。柳ヶ峰っていうんですかね、ちょっと読み方が違ってたらちょっとね、正し書き入れますんで、でここまで戻ってきました。でここから大だるみの方へ、ね、下っていこうと思うので、来るときはね、こっちのコース来たんですけども、下山はこっちのコースへ、下山していきます。はい、ではね、ここからまた新しい、未知の道を下っていきます。ここのねコース、ガイドブックにちょっと滑りやすい斜面っていうことで、出てたんで、ちょっとね気をつけて、大たるみまでがそういうコースみたいです。気をつけて行きたいと思います。お、あ、結構岩が混じって、結構、あ、本当だ。うん、まあでもゆっくり行けば行けそうでしょう。大たるみの分岐に着きました。ここちょっとね、標識だいぶね朽ちてきてるんですけども、ここに書いてありますね、千元山、こっち、まっすぐ行くと千元山の方へ行くみたいです。で、駐車場の方に行くのは8号橋っていうコースを入っていくような感じです。はい、でここから尾根歩き終了ということで、谷の方へ向かって、下っていくようになる、なります。この道も結構、トラバース気味にずっと、降りて進んでます。そんなに急ではないんですけどもね、結構狭いところのトラバースです。でこうやって結構やっぱりこういう岩が、この土の下はもうすぐ岩なんでしょうね。岩を抱えた樹木が結構あります。はい、またね沢の横を歩くようになったんですけれども、コースでちゃんとついてるんですけども、たまに水が流れた跡が、斜面からあるんですけれども、その斜面が、水流れた跡が、登山道にちょっとね見えるようなところがあるんで、気をつけていきたいと思うんですけども、目印を頼りに進めば結構ね、ついてるんで、ここなんかもね登山道にちょっと見えなくもないんですけどもね、やっぱりこの布っていうかね、この目印を頼りに行かないと、やっぱり道、この道がちゃんとねついてはいるんですけれども、やっぱりこう沢沿いの道、結構ねこうやって石がゴロゴロしてて、少しルートが分からなくなるようなところも少しあるんですけどもね、そういうところで、沢からの、あ、じゃね、上から水が通った跡が、登山道に見えてしまう、ところもねちょっとあるんで、注意して下っていきたいと思います。
でもここの沢沿いやっぱり谷なんで、こうやってねでっかい岩がいっぱいありますよね。で沢もねそろそろボルなんか沢音をしてきたんで、この沢沿いをずっと下っていくんじゃないかと思います。ここなんかもね、こうやって石積んであって、ルートはねこっち下っていく、こっちへ下っていくルートなんですけどもね、こっちにもねうっすらとルートらしきものがあるんですけれども、これひょっとしたらねこの岩登るバリエーションルートの方の、印なのかもしれないですね。コースはねこっち下っていくのは、正規のコースなんで、こうやってもう水が少し流れてるんで、もう至る所から水が染み出てます。なんでやっぱり、コースが傷みやすいコースになってるんじゃないんですかね。ここはここで向こう方へ渡るようです。うわほらこんな感じで、すげえ岩、だいぶ下の方まで降りてきたんですけども、沢沿いずっと降りてきてるんですけどもね、ここすごいですね、周り岩に囲まれてます。すげえな、やっぱり岩の山ですねここは。屏風の本当に屏風のようにそこからずっとせり上がってこう壁ですね。ちょっとね、このカメラで伝わるかどうかわからないんですけども、うわここなんか細い谷だ、ここ谷ですね、細い谷だ、こういうところは多分、バリエーションルートがいっぱいあるのかもしれないですね、うわほらすごい谷、ここも谷になってるんですけどもね、ちょっと雑然としてますけども、これちょっと調査がね、すればいい撮影ポイントになるかもしれないですね。こういうところは日が適度に今少し入ってるんで、この辺は今降りてきてるこのコースはこうやって結構ね、谷筋が結構あるんで、入っていけるようになったら、結構ね撮影ポイントかもしれないです。はい、車道に出ましたね。いい方法、もうちょっとで、でもここ車道ですね。でここでここに止めてあるからもうちょっとです。着きました、戻ってきました。朝ここから登ってって、で帰りはこっちから降りてきたんですけどね、周遊っていう形で、登ってきました。戻ってきました。はい、お疲れ様でした。はい、終了。結構ね、この山、私が見た、ガイドブックには初心者向けなんて書いてあったけども、これはね、嘘ですね。ここはね、中上級者向けのコースです。登り始めからね、もう沢沿いを、沢登りのような様相で、沢をね、行ったり来たりして登っていくような感じでしたね。で、コースも、結構ね、滑りやすいコースで、で上稜線出てからもね、岩ですね、展望岩とかそれから獅子岩ですか、この辺登っていくにはね結構
なクライミングというかね、まあ、縦走できる、山登りできる方だったら登れるとは思うんですけどね、初心者にはちょっと難しいコースだと思います。でね、でもね、上行って、クライミング、ロッククライミングやってる方もいたんですけどもね、そういうできるゲレンデもあるような感じです。で、結構ね、今日もね、そんなに人は会わなかったんですけども、やっぱり、獅子岩で戻って、下山していく方も何名いましたね。そこだけでも面白いかもしれないです。で、今回山頂、小餅山山頂行って、でぐるっと回って降りてきたんですけれども、下山に使ったコースも結構ね、厳しいコースでしたね。岩混じりで滑りやすい、コースでした。で、沢をね、何回か行ったり来たりしなくてはいけないんで、水の出方によっては、もっとね、渡るところあると思います。今日途中まで数えたんですけども、5、6箇所もっとあったかもしれないですね。で、ずっと上りも下りも緊張して歩いたような感じです。で、唯一、緊張がほどけたのが、山頂でのちょっとしたお花畑があったり、山頂での会話ですね、楽しく、ね、会話少しできたので、そこが唯一のホッとできるタイミングでした。あ、でもこの山すごい歩きごたえ、登りごたえ、それからね、登りごたえですね、ある山でした。みんなに、ね、おすすめできるっていうわけではないんですけども、岩登りが好きだなんていう方はね、結構いいコースだと思います。で、周遊して4時間ぐらいのコースですかね。早かったらもっと、早く歩けるかもしれないんですけどもね、あまりね、急いで、事故でも起こしてもあれなんで、のんびり歩いてきました。さて、ではね、今回の撮影はこれで、終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた、さようなら。